ピオキンです。今日はですね、一発マリオとトロールコースやっていきますか。で、今日の一発マリオなんですけど、ドアン可愛いよね、ドアンってただドアにね、入るだけなんですけど、ブラパが邪魔してるんですよね。ただブラパの下にさ、ブロックがあるじゃん、あれが何かなんだよね。叩いたらね、ブラパがやられるっていうわけじゃないと思うんですよ。さあ、これは何でしょう。叩いてみよっか。ほっ、うわ、なんもないの。マジかよ。え、これブラパ足す乗りできないよね。これマジで意味わかんないね。このブラパが上に行ってる時にくぐってドアに入れみたいな、そんな感じかな。ちょっとやってってみるね。うわ、難しいぞこれ。うわダメだこれめっちゃ早くしなきゃダメだね。これね、なんとか叩いてたらブラパが結構上に行く時があるんだよね。まあ最初のね、一回叩くだけだったらこんくらいしかブラパ上に行かないんだけど、それをタイミングよくもう一回押すじゃん、ほら結構上に行くよね。なんでここでね、シャガシャンを2回してブラパが一番上に上がった時に隙間に入るね。うわ難しいこれほんといけんのかな。でもね、これわざわざ茶色いブロックにしてブラパを跳ねさせるっていうのは絶対そうだと思うんだよね、生き方が。ちょっと待ってね。うわー、これ絶対合ってると思うんだけどな。ちょっとめっちゃ早く行ってみるね。ポンポンポン、うわ惜しい、今みたいな感じでしょ。ポンポンポンなんだポンポポンって。これ何とかやってて気づいたことがあるんだよね。マリオが立ってた方が次のジャンプ、まあ、2回目とか3回目のジャンプが早くできるんだよね。まあ、連打とかしたら分かると思うけど、立ってた状態だと結構早いでしょ次のステップが。でもしゃがんでるとどんだけ連打してもこんな感じなんだよね。っていうことは2回目叩いてすぐしゃがみジャンプみたいな、多分そんな感じだと思うんだよね。タン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 タタン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 タタン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 タタン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 タタン、やったゴールできましたこれほんと鬼畜だった。リズムに乗りながら行ったら意外といけるかもしんないはい、それじゃあ次のトロールコースはこのコース、フォーギブミーロードフォーライブトロールド。まず訳すところからだよねいつも思うんですけど、フォーギブ、許す、ロード、読み込み中フォーライブ、生きている、分かったよこれ、私が生きていることを許してくれみたいな感じじゃないかな。許され、絶対許されだよこのコースをやって決めよう、許すか許さないか。ロビーボビーさんで、ね、何回か言ったら噛みそうだよね。ロビーボビー、ロリルボリ、無理だもう2回ぐらいで無理なんですけど、さあここはキノコ、もう許さない、許す許すくれたねキノコ、じゃあ許そう。もうそれじゃあ最初の罠は、あ、ここは簡単かもしんないね意外と。ほら、さてオンオフをしてすぐ右に行きましょう。じゃあコイン取るで、あー面白すぎあのドッス。それじゃあ上のドッスは多分無視してこのドアに入っていいと思うんですよねすごいやられ方をしてしまいましたけど、あのファイヤーは絶対取れないよね。あれ、ここ次に進めんくない。どうするんだろう、下に降りてみる、下に降りる、うわやっぱダメだよね。じゃああのドッスの中にさ、なんか隠されてんじゃないの。一旦ドッス出しておいて、このドッスを踏んづけてみよう。踏んづけます、いや、なんか起きてよじゃあ僕右下が怪しいと思います。ここ、ここでしょ。あそれじゃあ残された道は一つだよ。ここでブロック壊すじゃん、そんでチビになってドアに入る。これが違ったらもう分かんないね、どうなる。一旦ドアに入るね、ドッスンは変わってなかったね。ここでなんか、あ、フラワーが出るんじゃないの。なんで B スイッチの、まあまあ B スイッチでもいいんだけど、これでいけました。最初のキノコはどんなっていう感じなんだね。なんか長くないですかここ。あ、待って、まずい、タイミングよくジャンプ、うまいうますぎた、これは普通いけないんじゃないの。じゃあ次に渡っていきますか。さてこのまま上に行って、なんか変わったね。うわ、どっちだろう、右上からこっち、あ、違うね、じゃあ土管の方信じろ、矢印を信じてみます。さあ中間ポイントが取れました。これはここで合ってたんじゃないの。待って、なんか順調すぎ、順調すぎ、やばいやばい、めっちゃ順調だね。え、今日何か起こるかもしれない。あー待って、右逃げます
を取れなんか大丈夫ですかね。今日大丈夫ですか。ここはあれれどうすればいいの。きたね声が。じゃあ中間ポイントからよく見てってみよう。ここになんか隠されてんじゃないの。土管かなんか。ほらね、やっぱりそういうことだと思いました。それじゃあここは下に行くところまで合ってると思うんだよね。でこの上も合ってる。そんで扉に入って次なんか砲台がいっぱいあったじゃん。ここでなんか変わるんじゃないの。絶対アイテムかなんか出てくるよね。さてどこでアイテムが出てくるんだろう。あねあここなんじゃないの。ほらあここでキノコを取っておくみたいな。そういうことだったのか。それじゃあ次の土管入っていきましょう。これでブロックが壊せる感じだね。さてこの上に行って左なのか。あいや合ってる。これで絶対いける。待って、あの大砲はなんかまずいよ。いや大丈夫だね。このキノコ取ります。うわコインか。じゃあこのまま右渡ってって。どうしよう。でかっ。そういうことしないで。多分ここね早く行けっていう感じだと思うんだよね。なんで一旦さこのブラッパに当たってすぐ右上に行く感じでしょ。こういう感じ。そしてこの上も登ると。そしてここはどうするんだろう。右に走って渡れないよね。いやそんなことは分かってた。いや分かってるんだけど。なるほどこの状態で右に行けばいいのか。なんか右上に今行けたような気がするんだけど。ここは下に降りてみる。いや降りないよね。そんなバカなことはしません。このままリフトに乗っていきます。え簡単じゃん。うわすげえ簡単じゃん。ここ Z って書いてるけど、このまま行った。あ行けないね。下降りてみようか。どうなる。なんもねでもなんか左なんかあるで。ということでここ左下降ります。そしたらなんかある。あしーにシャイニングスターつづれば。じゃあここはねドッスンの上乗れるんだよきっと。ちょっと乗ってみようか。絶対乗れる。ジャンプミス。なんかこのコース今日優しい気がするよね。ゴール前とかさなんか素直に今日ゴールさせてくれそうだよね。それじゃあここは雲があったのは見えました。右はどうなんだろう。右は乗らない。このまま右行きます。そういう感じだね。ここは引っかかっていいよね。絶対引っかかっていい。チャッチャッってこのやだ肌見せてた。じゃあここは一旦つららを落としておいて砲台の上乗ります。これ乗るのちょっと難しくない。いけよし。でこのまままたツタに登って今度は右。よしこのまま右に渡るしかないで、ね、このままチャー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 ヒギムーンウォーク金魚倒し。それじゃあここはブロックがあるのが分かった。そして右に渡る。そういう感じだね。この右上のオンオフは変わらない感じか。それじゃあ土管に入って進んでいきましょう。さてなんて書いてる。走れ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 大丈夫これ。え合ってた。もしかしてうまくなかった。じゃあこの下になんかあるのかな。追っておけみたいな感じ。うわなんだろうここすげえ気になる。隠しブロックもないしな。ここで歩兵が破壊していや土管に入れないよね。ここ下に行くんじゃないの。ちょっと下行ってみる。こうなんなんだあの矢印は。コイン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 。さあ早く行かな。まずあえじゃあここなんなんだろうね。あらなんか今右壊れたよ。あれさっきはねなんか1個しか壊れなかったんだけど次2つ壊れてね先に進めるようになってんだよね。わかんねえな。これはコインの通り行くしかない。絶対そう。いけるかなこれ。おっあいや足もあるよここ。よしよしよし。よく見た。よく見ました私。さあ大事なチェックポイント取れたね。このまま左いやこっち行ってみる。このピーヨンがなくなって左ひそれじゃあここは待っておこうね。待っておいてブロックが変わったらオンオフをしてこの土管に入る。土管じゃないドアね。とりあえずバブル出しとこううろつかせとこう。さてここは何もしない。うわどっち左押しながらジャンプするね。そっちが正解。あ何もなんねえ。どういうこと。あー魚魚危ねえ。この土管が正解でしょう。きっとそうです。連れて行かないで。危ねえやられた
これやられるようにちゃんとできてくれてるのかな。何もしないで左のドアに入るね。金魚が出てくるんでしょ。金魚はちゃんと踏んでおこう。そしてこの土管に入ります。土管じゃないドアね。うわー、ここ右下正解だと思わない？右下絶対ゴールだよ。頼む、ゴールで会ってくれ。くっそマジかよ。あ、でもワンチャンある、ワンチャンある。頼む、なんだよそれ。ちょっとつなげててよ、ここ、こういうラインでさ。テンテテ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 ンテ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 ン。さあ、ここは上に行くしかないっていうことが分かりました。そしてボム兵が出てきたよね。うわ、このハテナすげえ。押したい、どうする、押してみる。なるほど、ボム兵か。そして右行ければゴールができるっていう形だね。ありがてえ。ただ僕が普通にゴールすると思いますか、皆さん。左の土管気になりませんか。入れね、死にたい気悪いよ。なんか取れたかちょうだいよ。それじゃあ今日は普通にゴールできました。どうもありがとうございます。はい、それじゃあ今日はですね、もう一つコースやっていきたいと思います。多分さっきのドロール短かったと思うんだよね。なんで最後にこのコースやっていきたいと思います。ドーンとターンアラウンド、まあいわゆる縛りプレイだね。これ絶対に左を向いちゃいけないコースだと思うんですよ。それじゃあ早速やっていきましょう。左向いたら多分ね、このブロックが全部コインに変わる、そんな感じでしょ、やっぱり。っていうことは左を向かないでゴールしろってことだね。さあやっていきますか。でもさ、そんなに難しくないと思う。あ、待って、間違った。やばい、忘れるね。これ、このまま左を向いたらいけないってことは、ここで滑って土管に入る感じでしょ。もう終わった感じ。やり直し聞く、もう一回やり直し聞くね。でここで、うわ、地味にぶつけーなーこれ。でジャンプしてこう、こう、よし、オッケー。さあ、こっからだよね。今までは多分序の口だったと思うんだよね。こっからバネで、なるほど、バネに跳ね返って。やっぱり左向いてしまうな。今度こそはもう左向かないよ。もう指一本しか使わない。両手で持ってるから、もう積んだ感じじゃないの。もうマジで指1本しか使わない。あのね、人差し指で右の十字キースティックをもう押してるだけ。多分こうしないと、多分左ボタン押してしまうもん僕。はっ。やべえ、これなかなか難しいよ。来ました。で、あの鍵に入ろう。さあ行ってくれ、頼む。よし、それじゃあ鍵ドア入っていきます。次のステージだね。あ、優しいね。ここ普通に右に行くだけなんだ。なるほど、これ多分どんどん下の方に行けっていう感じかな。鍵ドアに入って、あ、待って、大丈夫。大丈夫、やべえ、もう勢いつけれんけど。さあ、ここは簡単に抜けれました。あ、中間ポイントくれるんだね、ありがてえ。それじゃあ次進んでいきましょう。多分次もね、絶対鍵がいると思うんですよね。ここはバネに跳ねながらどんどんこのピンクコインを集めれっていう感じだね。いや、これは結構簡単かもしんないね。ここであと1個だね。ほい。いや、ここは簡単だった。どっちかって言ったら最初、一番最初の鍵の方が難しかったね。でもね、とんでもないものがラストに来ると思うんですよ。さあ、うわ、ここ難しくないですかねこれ。ここはもう早く行った方がいいのかな。このファイヤーバーを抜けながら引く、やべ、左向けんのがこんなに辛いなんて思っても見らんかったね。あ、いや、ここだけか、難しいのは。さあ、ここでカメックを左を向かないで倒せっていう感じ。ちょっと難しくないかな。制作者、やべえ、点差はできてる。それは鬼でしょ。さあ、カメックのところ戻ってきました。すぐ倒した方がいいんじゃないの。こういう感じでしょ。なんてカメック、今やったよ。なんか今絶対倒したよね。これもう左向けないでしょ。だって左向いてみていい。はっ。いや、これどうしよう、いいのよこれ。つんだんじゃないの。なる、え、さっき絶対倒したよね。何回か倒せってことかな。もう絶対次踏むよ。ほら、踏んだ、踏んだんだけど何回か踏めってことかな。あ、2回踏まなきゃいけないの。カメック2匹重なってるみたいな、そんなことないよね。多分ここでゴールだと思うんですよね。頼む、もうゴールさせて。これなかなか鬼畜だから。来ました。それじゃあリアルの僕も左向かないで今日一日過ごしたいと思います。この動画が良ければグッドボタン、
そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。